中国イコールラオス国境の地図中国イコールラオス国境、または中ロ国境は中華人民共和国とラオスの国境である。すべて陸上国境であり、西はミャンマーとの三国国境から東はベトナムとの三国国境まで延長は 475km である。西はメコン川のミャンマーとの三国国境から始まり、一旦東に進んだ後、 南へ進路を変える。北緯21度付近で東に進路を変えた後、北に進路を変え、北緯21度50分付近で東に進み、十層大船山頂のベトナムとの三国国境で終わる。両側の国境には少数民族が多く住んでいる。地形的には周辺は山岳地帯と森林地帯であり、農地は少ない。ラオス側は、 ルアンナムター県、ウドムサイ県、ポンサーリー県に中国側は雲南省に属している。ラオスイコール中国の国境地域は歴史的に中国とラオス双方の権力の中心地から離れていた。1860年代からフランスがこの地域での勢力を拡大し始め、1887年に現代のカンボジアとベトナムに 最初のフランス領インドシナの植民地が作られた。フランスと清は、清仏戦争後の1887年に、トンキンと清の国境を決定していた。その後、仏大戦争後の1893年に、ラオスがフランスの植民地に加えられ、1895年6月20日に、現在の位置にある中国とラオスの境界を定める。 国境協定が締結された。国境の位置にはそれを示す杭が立てられた。ラオスは1949年にフランスから部分的に独立したが、その頃、毛沢東が国境内戦で小介石の国民党政府を破り、中華人民共和国を建国した。中国がスターリン主義の原則を毛沢東主義の形で適応したことが、 ラオスの政治に影響を与え、フランスからの完全独立を求める声が高まり、1953年にフランスからの完全独立が認められた。これにより、この国境は主権国家間の国境となった。国境線は1992年4月に再調査され、境界線が定められた。国境には2つの通過点がある。 主に使われているのは、磨く、某点の通過点、クチ口ンである。もう一つはその北東にあるラントゥイの通過点だが、ここは両国の国民しか通過できない。国境を横断する鉄道はないが、中国ラオス鉄道と玉馬線が2021年開業をめどに建設中であり、完成すれば、昆明とビエンチャンが結ばれる。100万分の1国サイズにおける、 中国イコール、ラオス国境の地図、ありがとうございます。